どうもこんにちは、速稼塾のこうです。私はね、未経験からでもどんなことでも第一歩を記せば第二歩につながるというふうに体験しているものの一人なんですよ。で、よく言われる話にやってみなきゃわからないっていう言葉があるでしょ。やってみなきゃわからないっていう言葉を知っていてやんない人と知っているからこそやる人って分かれるんですよね。やってみなきゃわかんないってもう散々ばら聞いたでしょ。でも実際やってみましたかってことなんですよ。で、またやったにしてもその度合いはどうだったんですかってことですよね。私は10年前まで麻雀店を経営していて、当然ですけども大赤字で、そしてこれから麻雀業界が明るくなるかって言うと全然ならないわけですよ。で、しかも合法非合法のスレスレでね、お金かけさせてやってるわけですから、それはけしからんわけですよ。で、当然従業員にも約束できる将来はないですし、自分自身もどうなるか分かんないと。で、いつも売り上げっていうのは経費以上にならずに、赤字ですよね。で、麻雀店っていうのはどこもそんな感じで、なんで続くかっていうと、うちは違うんですけども、深夜営業をやって、で、そこでね、多額なお金をかけさせて、店の売り上げにして、で、しかもそれは、深夜営業は違法行為ですから、帳簿つけずに、で、税務署にもその深夜の売り上げって届けないわけですよ。で、そうやってインチキをしながらね、麻雀店ってのは、続いてるし、で、儲かったお金の一部をおめこぼしっていうんですかね、地域の生活安全課に、いわゆる警察ですよ。警察にお金を回して見逃してもらってる状況なんですよね。ほんと不正の温床ですよ。で、ちょっと機嫌損ねれば、麻雀店なんてすぐにね、営業権取り上げられちゃいますしね。そんなとこですよね。で、そんなところから、アフィリエイトってものを未経験から40過ぎてやり出して、私は今に至るわけですけども、なんか電話かかってきましたね。はい、お疲れ様です。はいはい。